北チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日は東北楽天ゴールデンイーグルスっていうところでね、うん、スカウト編成の能力チェックっていうね、はい、まあこの楽天はね、うん、まあ近鉄から球団編成されてね、はい、2005年から楽天にね、うん、なったんで、はい、ちょっと歴史がね、ちょっと他のチームよりは短いっていうのは、ね、短いんでね、そう数字的にはね、はい、なかなかいいものがね出てこなかったんだけども、前回やった時は、はい、まあでももうね、うん、17年、はい、なってくるから、うん、そこそこはね17か、はい、うんうん、そうですね、うん、増えてくるんちゃうかっていうところで、うん、まあ改定していくとすれば、美馬が A から AA になって、うん、ロッテになったってことですね、うん、で安楽が BB、うん、小野が BB、うん、無印から、はい、で池田が B、 無印から日本ハムでなってるんだ。そうだから小野と池田は他球団でね、はい、なってるっていうね、うん、だから辰巳が B から SS、 おだから2年連続ゴールデングラブね、はい、で太田が無印から BB、うん、試合出たってことですね、うん、っていうところで良くなってるね、はい。でこっから2019年からのドラフトでいうと、はい、ドラフト1小深田が S、うん、よし取るよ、うん、で、黒川無印、うん、で、鶴崎無印、うん、で2020年、早川無印、あ無印になっちゃうんだ。規定投球回も行かないで受賞しなかったら無印だから、ね、受賞ないですね、うん、最高で規定投球回も投げてないじゃん、はい、高田無印で藤井無印、うん、で2021年吉野無印、安田無印、前田無印、2022年庄司無印、駒子無印、渡辺翔太 B、 よっしゃー、まあ40試合ね、はい、投げたっていうところでね、うん、はい、まあやっぱりちょっと足りんな、まあ、少ないですよね、うん、でもまあね、その前回のソフトバンクから比べると2014年以降で、辰巳と小深田がね、うん、S になってるっていう、そうそう、ところではね、うん、この球界のもう頂点を見たっていうね、はい、選手が出てきてるっていう中もあるけども、うん、でも今度は A がいないのよ。いないですね、うん、A が全くいないのよ。2010年の美馬が、まあ、AA になったんだけども、はい、うん、これは多分あのロッテ行ってそうですね、10勝、うん、したからね、はい、だから野手のね、野手の A はなんと、はい、島と銀次、あそうですよね、銀次絶対になってますよね、3割打ってますからね、うん、S だった、俺 A ばっかり見てたから、うん、だから銀次と島だけ、はい、A っていうのが打率3割25ホーマー70打点30盗塁のどれかっていうところで、 S はベストナインとかね、はい、タイトルとか取ったっていうところで、だから銀次と島以外いないんだよ。だって優勝メンバーですね、うん、だから。だから2007年以降のドラフトで、うん、野手は誰もいない。いないですね。これ大問題。うん。だからまあね、結局浅村とかね、はい、取ってこなきゃいけない。だから下位のね、はい、選手たち、だから村林とか、うん、あの島内とか。そうですね。島内選手もドラフト6位ですから。小、う、郷、ん、とか、うん、そういった下位の選手たちが頑張れてるんだけど、うん、こう上位で取った選手たちが頑張れてないっていうところで。うん、ちょっとスカウトの目が、うん、っていうことに、そうですね、うん、愛嬌愛嬌同級生愛嬌ピンチピンチ頑張ってくださいそっか、やっぱり、うん、だから島選手、銀次選手以来の A 以上が辰巳選手ってことか。そう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 、うん、だから辰巳小深田ね。そうですね、うん、あしばらくいなかったですね。これ2007年から2017年までの10年間に野手がいないのよ、うん、A にすらなってないから、はい、それはちょっときついよね。きついですね、うん、だから岡島選手、島内選手とかみんな下位ですからね、うん、だからこれもし1位2位3位の野手が当たってたら、うん、はい、もっと強くなってるんだよ、うん、上位で取った野手がほぼ活躍してないの、うん、そうですね、その楽天では試合で出るかも分かんないけど、はい、球界のトップクラスに行ってないっていうところが、うん、きついね。そうですね、うん、状況的にはね、やっと最近って感じですね、うん、本当に。だから本当上位の選手を取れてたらやっぱ集めますよね、うん、下位は下位で活躍したらね、はい、だからそこをもっと上位で取る選手の選定をしっかりしていかないと、うん、はい、もしくは育てきれてないっていうところもあるかも分かんないけどね、うん、はい、ちょっと危ういね。ちょっとそうですね、自チームで取ってきた選手の成長というところが、ね、はい、うん、
でその中で、はい、2019年まで前回までで言うと、B が 22.08%、うん、で A が 9.09%、うん、で S が 10.39% で、そのドラフト上位で取ってきた選手の中で 41.56% が、まあ、1軍には出てるかなっていうね、うん、ところで、まあ、今回23年までカウントすると B が 23.60%、うん、でちょっと上がって A がやっぱり 7.87% 下がってる、うん、結局 1% 強、うん、で S が 11.24% でちょっと上がってる、うん、で、42.70% が1軍の戦力になるから、うん、まあ、その上位3人までで 40% 強の選手が1軍の戦力にはなってるけども、はい、S が 11.24% と、うん、まあ、球界の頂点を見た人は少ない、少ないですね、こうソフトバンクに比べるとソフトバンク 18.89% だから7ポイント下がるし、で A が前回よりも減ってるパーセンテージが、だからやっぱり A が出てきてないっていうところがね、うん、この数値では出てきてるんじゃないのかなっていうね。そうですね、うん、きついな。だからまあやっぱ上位だね、うん、うん、結局は。まあそれでまあ多分この時ってなので苦しくって FA の補強とかをすごい多分頑張ってたんですよ ね、うん、だから勝った時ので言うとこの人たちだもんね、結局はあの銀次、うん、青山、はい、田中マー君、うん、永井、はい、島ちゃんね、うん、で則本までぐらいですね、うん、で則本まで、でその間に美馬、うん、ね、塩見とか、はい、うん、野手が誰もいない。本当ですね。だから結局マー君とかピッチャーで勝ち切ったっていうね、うん、あとは野手はもうそのマギーとアンドリュー・ジョーンズ、はい、うん、だからここで外国人で補うっていうね。あと松井和夫さん、あ、松井和夫さんね、はい、うん、でリリーフとか斎藤隆さんとかね。そうですね、うん、だから他で、うん、だからピッチャーは揃ってたけど、はい、あとは他で揃えて、あとラズナーか、そうです ね、うん、いましたね、うん、あ、藤田和也さんもね、うん、横浜に来たからね、横浜から、うん、サブちゃんとか、うん、そう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 、あ、そう考えたら、はい、結構他の人たち多かったね多かったですね。 でじゃあ野手は増田慎太郎選手とか、ああ増田良かったよね、良かったです。は、まあ、多分下位なんですよ、銀次選手とかの頃ので、え、セカンドは誰だったっけな。セカンドが藤田さんです。あ、藤田か、うん、ショート松井和夫さん でサードがマギーだよね。そうですね、マギーで、ファーストが銀次、うん、で外野がアンドリュー・ジョーンズ DH だったもんね。で比江沢選手とか、ああ比江沢ね、岡島選手、うん、島内選手とか、うん、あと内村とか、あんま出てなかったです。ダイソーとかで出てたでしょ。そのぐらいです、うん、あ、内村選手もいなかった。僕いなかった、はい、あ、そうか、藤田取れてたもんね。そうです、そうです、はい、って感じですね。うん、藤田選手もすごい良かったですね。うん、うん、1番とかでね、はい、1番だからそこね、なんとかだからそこの頃から、ね、保険がなくなっていくっていう、うん、そうなんですよ。どんどん優勝メンバーもほぼいないですから今、うん、だからそういったところでちょっと最近の低迷もドラフトがうまくいってなくて、うんうん、外から取ってきてなんとか補おうってする、うん、ソフトバンクと似てるね。そうですね、うん、まだソフトバンクはでも優勝したメンバーが残ってるから、はい、まだ戦力として保ててるけど、うん、楽天は残っていってないから、はい、どんどんきつくなっていってるっていうところがあるから、うん、なかなかちょっと野手ちゃんと取ってこなきゃいけないね。そうですね、うん、まあ、でも今結構下位の方がこう頑張って、そうそう、だから上位が頑張れば厚みがもっとね、もっと待つ、そうなんですよ、だからダメなのよ、はい、上位も行って下位もついてくるのが一番いいパターンで。そうですね、上位のだってスカウト編成の失敗を下位のやつらがカバーするっておかしいやん、はい、そうですねそうだな、ねえ、うん、だってソフトバンク強い時ってこの S とかの人たちプラス、うん、今のシュート選手とか補強とか外国人とかね、そう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 、来てますからね、うんうん、だからそこだね。そうですね、楽天はね、うんうん、だからもうちょっと頑張りましょうだね、もうちょっとドラフト編成頑張りましょうってことですね、うん、特に野手ね、はい、うん、野手、うん、野手か、まあ、でもね、うん、上位のね、上位ね、はい、特に1位、2位、3位ね、はい、もうちょっと、うん、こうしっかり見てね取っていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうところはデータに出てますね、うん、はい、はいはい、